はい、どうも、マロチです。よろしくお願いします。龍が如く3やっていきましょう。今回から第4章ですね。いやー、3章はね、なかなかこう動画の尺のバランスがうまく取れませんでしたね。まあ今回はうまいことやっていければいいなと思ってます。早速やっていきましょう。4章、描かれた男。それから1年後、2009年3月某日。はい、キリュウ、俺だ、柏木だ。柏木さん、すいません、ちょっと今病院なんです。後でかけ直してもいいですか？今 R3 って書いてたね。押してみましょうか。キリュウ、6代目が撃たれた。何、大吾が？どういうことなんですか？1時間くらい前に本部の会長室で撃たれた。詳しいことはまだわかん。だがどうも本部にいたやつの話によると、6代目を撃った男は風間の親父そっくりだったらしい。え、風間の親父さんに？ああ、そうらしいんだ。とにかく状況が分かり次第連絡する。それじゃあ。どうしたんですか、兄貴？どうやら東京でも東条会の6代目が撃たれたらしい。え、それって1年前、兄貴とうちの親父が杯交わした時、売借人してくれたあの。おそらく大吾を撃ったのもその絵の男なんですか？ああ、そうらしいんだ。自動再生つけてくれ。先生、親父は？とりあえずできるだけの処置はしました。今日から1週間が峠となるでしょう。親父は助からねえんですか？何とも言えません。至近距離から3発もの弾丸を受けてますからね。ただ不幸中の幸いというべきか、弾丸は全て急所を外れた上貫通していました。臓器損傷があまりない分助かる見込みはあります。先生よ、どのくらいの確率で親父は助かるんだ？ 50% といったところでしょうな。 50% か。これだけの怪我をなさったのにご自分の救急車を呼ばれた方です。おそらく人並み外れた精神力の持ち主でしょう。我々も最善を尽くしますので。よろしくお願いします。おう、桐生さんも頭下げたよ。子供たちは？全員寝たみたい。おじさん、またカムロ町に行くつもりなんでしょう？わからない。俺にはここの子供たちを守らなきゃならない責任がある。今カムロ町に行って中原を撃った犯人を探すべきなのかどうか。でもおじさんが行かなかったらいつかここも出ていかないとならないでしょ。ああ、きっと犯人は中原からこの土地を奪うために襲ったに違いない。兄貴。こんな時間にどうしたんだ？兄貴にお願いがあってきました。なんだ？自分をカムロ町に一緒に連れて行ってください。東京が見たいのか？何？兄貴が土地の権利書取り返しにカムロ町に行くのは分かってます。俺は親父撃ったやつをどうしても許せねえ。だから自分を連れて行ってください。リキ、親父の看病はミキオに任せます。俺はその間兄貴と一緒にカムロ町に行って犯人を探します。
サキはどうするんだ。え、お前が生きり立つ気持ちはわかる。だがお前が沖縄からいなくなったら誰がサキの面倒を見るんだ。それは、ね、私じゃダメかな。え、サキちゃん、私たちと一緒にここで暮らすのはダメかな。頭いい。はるか、お前何を言ってるんだ。サキちゃん、お父さんが入院しちゃって今は寂しいはずだから、私たちと一緒にいる方がいいと思う。はるかちゃん、きっと朝顔のみんなも一緒にいる友達が増えるから嬉しいはずだよ。はるか、お前、私はね、おじさんのこと信じてる。だからおじさんも私を信じて、私が朝顔のみんなのこと絶対に守るから。はるか、愛してる。兄貴、俺は絶対に兄貴の邪魔になるようなことはしません。だから俺を連れて行ってください。わかった兄貴、ありがとうございます。明日の夜、沖縄をたとう。今日は事務所に戻って支度でもしてこい。はい。ハルカ、リキアのことも頼んだ。え、あいつはここに置いていく。今のカムロ町は危険すぎる。あいつを連れていくわけにはいかない。おじさん、少し冷えてきたね。おじさん、朝顔に戻ろうか。俺はもう少し夜風に当たっていくよ。そう、じゃあ私は先に戻ってるね。ああ。お、自由に動きますよ。ちょっとさ、サブイベント確認して、あ、能力強化しようか。あ、28もある。まずシンプルにこれ覚えておこうか。ゲイ。じゃあこれ。よし。お、なんだ、ダブルフェニッシュブロー。フェニッシュブローからさらに繰り出す強烈な一撃。これいいね、覚えたいですね。まあ優先すべきは心かな、次は。よし、ちょっとあのさ、サブストーリー確認していいですか。ちょっと確認させてください。はい、ちょっとサブイベントチェックしてきました。琉球街でのサブイベントがたくさんあるみたいですね。で、おそらくこの後カムロ町に行くと思うんで、それらしくなったら、琉球街で自由に動けるようになったら、今回はここで一旦やめようかなと、思います。特にここら辺でのサブイベントは今回ないっぽいですね。じゃあ進めていきますか。ただいま、はるか。どうした、まだ寝ないのか。うん、ちょっと寝つけなくて。おじさん、まだ寝ないの。明日カムロ町へ行くんでしょ。え、ちょっと待ってよ。寝るところだで OK だと思う。寝るところだ。俺ももう寝るところだ。はるかももう寝た方がいいぞ。うん、そうだね。じゃあ私も寝るね。おやすみ、おじさん。ああ、おやすみ。こら、このワンコ、逃げんな。待て。さあ観念しろ。覚悟しろ、バカ犬。何やってんだ、宮川大輔。やめて。よく言った、泉ちゃん。おい泉、この犬知ってるのか。やられてるぞ。おい泉、大丈夫か。あ、待てー、逃がすな。あ、あの犬、思い出した。何を思い出したんだ。あの犬、初町の居酒屋で飼われていた犬です。
居酒屋にいた時はおとなしくしてこんなに暴れる犬じゃなかったんで分かんなかったんですが間違いない。でもその居酒屋、この間引っ越しで東京に行ったはず。うん、どうやら犬は捨てて行ったんだな。そういえば泉、昔犬を飼ってたんだっけか。うん、私探しに行く。あの犬、気が向いたらまた朝顔に来るさ。仕方ねえな、じゃあ一緒に探すか。お、あの犬はすげえすばしっこいるんでさ、逃げられちゃったよ。太一は足遅いんだよ、俺結構いい線まで行ったんだけどな。なんだよ、浩二だって結局捕まえられなかったじゃないか。ところであの犬はどっちへ逃げたんだ。琉球街の方へ逃げていったよ。そうか、よし琉球街行くか。うん。何、あの犬探しに行くの。ああ、お前たちも来るか。いやだよ、もうヘトヘトだよ。俺もあの犬は足早すぎて追いつけないよ。私は行く。じゃあ俺は泉と一緒に琉球通りの方を探してきますから、おじきは初町の方を探してもらえますか。わかった。じゃあ行くか泉。ちょっとミキオ大丈夫か。そう、なんか俺心配だよ何か事件起こすんじゃないかって。よし行こう琉球街。なんだよ。だからアイスはいらないよ、おじさん呼んでも無駄だからね。違うっちゃよ。桐生さんちゅう人に会いたいだけぞな。おい、ちょっと待て。お、兄さんが桐生さんじゃね。ああ、うちの子供に何の用だ。アイスの押し売りなら勘弁してもらおうか。違うんだす、俺っちゃ桐生さんに会いに来ただけっちゃ。神山というとこに男に話は聞いとろう。どんもどんも。俺っちは与那城言います。俺っちは神山に武器格闘仕込んだものじゃけん、武器の技さ誰よりも知っとる自負がありんす。武器を覚えたいって神山から話を聞いてきたさ。よければ早速これから教えたるで。なんで師匠が弟子の頼みを聞いてわざわざ気合いするんだ。ちょっちゅう疑っとうね。まあ普段ビーチでアイスは売っとるけん、こう見えて意外といい人よ。わざわざ来た理由はね、神山弟子だけんども、武器さ、もうめんどくせえなこの文字、安くこしらえてくれるっちゃ。神山の頼みは断れんね。神山の師匠か、相当武器の格闘術に精通しているようだな。ここは一つ教えてもらってみるか。教えてもらう。じゃあちょっと教えてもらおうか。よした、スタラはビーチさ来てくんろ、準備ばして待ってるさかい。向かいの砂浜だな。わかった、行ってみますか。チュートリアル的な感じかな。いねえじゃん具志堅。いた、めんどくせえとこにいるなこれなんだっけ、ミミズが入ってんだっけ。拾う。古雑誌。よし話す。元気か。おお来たね、早速エクササイズしていっちゅね。頼む。ところで桐生さん、どんな武器が使えるか。まあ武術と呼べそうなものはとあるじいさんに教わった剣術と、あるばあさんに教わった棒術ぐらいだな。他の武器は全て我流だ、自分では良さを引き出して使っているつもりだ。今使える武器に関しての情報はポーズメニュー能力強化画面で三角ボタンを入力することで ルール習得済みの、うん、はい。あのうんちゃくいいね、かっこいい。そうさ、おお、これでいいか。うん、よか。ヌンチャクが貸してもらえるのか。マスターするまでは渡さんじゃね。なんだこいつ、かっこいいな。はあはあはあ。ああ、だからなんかどこともつかない方言なんだね。
勝てばいいのね。オッケー、来いよ。偉そうだな、キリュウさん、教えてもらうのに。やりました。ヌンチャク技を見ることもなく。思った。すまんねえ。神山見抜いたの、すごいね。はいはいはい。お、あ、なるほどね。具志堅じゃないか。具志堅だよね、これは。おー、かっこいい。あの帽子が文字通り強さのキャップや。すげえかっこいい、これ。今日強そうだね、なんか。めっちゃ具志堅。なきゃいけないの。まだ負けもんね。まだ負けもんね。これが有効だな。まだ負けもんね。よし。いや、これやべえ。ちょっと他に勝つ術が見当たらない。まだ負けもんね。よし。まだ負けもんね。これは強いよ。こいつは強いよ。打って蹴られんのか。強いぞ、本当に強い。まだ負けんもんね。まだ負けんもんね。回復できる、回復できる。しようか。こいつは強いね、ちょっと。邪魔だ。強くね。いや、俺もヌンチャク覚えてめっちゃかっこいいじゃん。よし、よし。まだ負けんもんね。よっ。デタラメな強さだぞ、これ。ま
けんもんね。やりました。強っ。強かった。俺も死ぬとこだった。いや、本気の与那城さんは本物だったよ。また別の武器教えてくれるか。こっぱじくないセリフさ平気で言う人ね、気に入ったっちゃよ。あ、約束のこれ受け取ってくんろ。新ヌンチャクマスターの証を受け取った。これさ持って神谷の店に行けばヌンチャクば売ってもらえるけん。いいね。レシピと素材があれば新しいヌンチャクも作ってもらえるらしいで、詳しくは神谷さ聞いてください。しかしキルさん、本当にあんたのこと気に入っただ。いつでも使用できるようにここでずっと待ってるよ。強かったね。まだなんか覚えれるんでしょ、きっと。うん、よし、ちょっともう一回やってみよう か。頼む。あ、もうハイパーオレッジになってる。とカリスティック、これなんか2でもあったけど、カリスティックって何か分かんないんだよね。とりあえずトンファやります。また戦うような感じになると思うんで、うん、はい、うん、カットかな。うん、カットしちゃいます。新トンファーマスターの証を受け取った。同じ感じだね。よし、もう一個覚えちゃいましょう。はい、新カリ S マスターの証を受け取りました。やりました。めっちゃ強かったよ。よし、能力強化。OK。こんなのがあんだ。よし。じゃあ、琉球街行って犬を助けるイベントをこなしますか。よし。それじゃあ行きましょう。初町の方に行けばいいんだよね。じゃあ向かいましょうか。どうしようかな。ここでやめようかな。そうすれば俺今サブイベントこなせんだよね。いや待てよ、いや行こう。あいつら絶対絡んでこない。絶対絡んでくるよね、あいつらね、あの連中。あ、サブイベントだこれ。はい、まあ動画に映ってないけど、このサブイベントはこなしてます。おい、払わない。よし、ぶっ倒してやりましょう。いやー、メインストーリーだけを取っていきたかったんだけどな。まあ仕方ないよね。なんか自転車これ持てない。はい、オッケー。ここも使おう。めっちゃ豪快。よし、キルさん超強い。何ビビってんだよ。よし、
やりました。すみません。おう。助かった。なんか奥で光ってない？お。おい。よし、なんか光ってますよ。初コインロッカーの鍵です。今までなかったんだよね、多分4章からじゃないかな。ここ何回か通ってるけど 見当たんなかったから。ちょっと待ってって、サブイベントもこなしたいけどさ、サブイベントこなすんだったらやめるよ。ちょっと待ってね、初町の方行って犬のイベントが起こるかどうかだよね。犬っぽいイベントはなさそうだな。お、何？カット。はい、こっちの方に行くと、あれ奥に犬いる？あれ奥の犬、あれ犬だな。よし、今回はここでやめようかなと思います。はい、まあ、動画が何分ぐらいになったか分かんないんですけど、サブイベント先にこなしちゃって、で次の動画であの犬を、捕まえるイベントが入るみたいなんで、はい、とりあえず今回はここで終わろうかなと思います。あ、そういえばあのコンビニでエロ本読めるかもしれないという情報があったんですけど、3だと、読めませんでした。はい、よし、そんじゃ、今回はここで終わろうかなと思います。はい、そんじゃ終わります。バイバイ。